塵の鍵。それはアストラルギアのマナから編み出された、計り知れないほど強力な呪文。エリジウムの実現に欠かせない鍵である。鍵を生み出した比類なき魔導士は、熱に浮かされるようにして、アズの女帝にそれを献上せんとするも、その願いは叶わなかった。時間がないのだ、女帝ダリア。町の魔界族が騒がしい。さらに数多の者が屈し、反乱に転じている。鍵を得るために騒乱を巻き起こす。彼らの意図は明白だ。この流れに続き、横島な輩がうごめいている。魔界族だけではなく、底知れない漆黒の力をも意のままにしているとは。そなたの言う通り、彼らの目的はエリジウムに違いありません。しかし、それは許されぬこと。ならば決断せよ、女帝。そなたの言う通りです。もはやこれは君主の義務ではありません。わらわの使命であり、わらわの失態の重荷。やっと目覚ましやがったな、こう。誰よ、あなた。ここはどこ。ざけんなよ。てめえから潜り込んできといて、ここがどこかわからねえだと。潜り込んで。俺たちの根城のそばで目回してたのをとっ捕まえたんだ。俺たちはアズで悪名を轟かせた野党集団、ゴールドハンド団だ。言うまでもねえが、俺様も誉れ高い団員だぜ。そんな、私はモロースに向かってたはず。それがどうしてこんなところに。私をどうするつもりなんですか。どうしたもんかな。捕まえたのは俺たちだ。好きなようにさせてもらうぜ。待ってください。どうか許して。お金なら差し上げます。私の所持品に。あれ、ガラクタを探しても無駄だぜ。もうみんなゴールドハンド団のもんだ。取ったの？俺様は偉大なリバルドだ。欲しいものは何でも手に入れるさ。裸にひんむかれなかっただけで感謝しな。さてと、俺様はこれから大事な集会だ。てめえの子守なんざしてられねえんだよ。てめえが狙ってたのは、俺たちが最近手に入れた宝物だろ。そいつは最上階に保管されてんだ。閉じ込められたてめえには手も足も出ねえよ。はっ！あっは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 ！
やっといなくなったかな。聞いてもない隠し場所を教えてくれるとか信じらんない。あのおバカさんのおかげで楽な仕事になりそうね。まずは持ち物を回収して、それから宝物もいただきよ。ここにあるみたい。確かにちょっとくたびれてるけど、最高級の素材で作られてる装備をガラクタ呼ばわりなんて見る目ないわね。トラブルに出くわしたら奥の手を使うつもりだったけど、その必要はなさそう。大し脳筋にここを任せて本当に大丈夫って思ってんのかよ。あいつには便所掃除が似合ってるぜ。筋肉の無駄遣いだと思うが、まあ君の言う通りだ。他の同志たちももう少し彼みたいにまめに掃除してくれれば、ここの砂ぼこりも少しは減らせるだろう。褒めてたつもりないんだけど。彼も彼なりに価値があるのさ。どっちにしろ団長が決めたことだ。30年前に宮廷の上空で何かが壊れ、数多くのアストラルギアが世界中に散らばったのを教えてくれたのが団長だ。栄えあるギアの収集任務は我々エンフォーサーに任されている。するけどさ。気にするな。我々の縄張りの中でゴールドハンド団に盾つこうとする者はこのアズにはいない。やだな。まあボスが言うならしゃあねえか。いいこと聞いちゃった。
大なマナで溢れている異物ね。すごい、エネルギー波動が溢れ出てる。いたぞ、侵入者だ。バインズか、野党だもんね。どこででも育てちゃうよね、このツル。暗証好むらしいし、このブラストオーブいい感じに使えそう。
おお、どういうこと？あ、小ウサギ、俺たちの持ってる一番頑丈な縄で縛った上、錠までつけたってのに、どうやって？扉も全部ロックしたはずだぜ。それを全部すり抜けるなんざありえねえ。私みたいな天才エンジニアにかかればあんなロックなんて朝飯前ってね。それに大事な集会に行くとか言ってたのに、見れば下水清掃班の指揮してるじゃない。もしかしてあんたこの一味じゃちんけな抜け裂くクマさんってとこじゃない？誰が抜け裂くクマさんだ？あれれれ、ごめん、思ったことすぐ言っちゃうんだよね。でもあんたやっぱり抜け裂くだよね。しゃらくせえ。運が悪かったな。ゴールドハンドだに喧嘩を売るってことは、偉大なるリバルド様に喧嘩を売るってことだ。クソウサギ、教育してやる。様を見くびるなよ。さーて、もう時間も無駄にしてらんないの。さっさと退場しちゃって。一体どういうことだてめえ。俺様と同じ獣人族なのにマナが違いすぎる。変だよね、なんでかな。くそったれ、覚えてやがれ。俺たち野党は絶対にこんな屈辱を許さねえからな。ちぇ、ここのドアもロックされてんの？面倒だな。そろそろ姿を現したら？そこにいるのは分かってるんだから。コホン、ごきげんようですわ。私こそ高潔にした神聖でありまばゆい美貌を誇る天使セリアですわ。あなたが私との出会いに感嘆するのは不思議ではありませんが、どうか頭を上げて。下げてないし、あんた戦っている間ずっと覗いてたでしょ。なんかよ。安心なさい、私は敵ではなくってよ。高潔にして神聖でありまばゆい美貌を誇る天使セリア様の姿に目を奪われて。奪われてないし、私の獲物をかすめ取ろうったってそうはいかないっての。後悔させてやるんだから。ちょっと最後まで私の話を聞きなさいな。私は義に生きる誇り高いバルハラの民ですわ。そんな卑怯な真似はしませんことよ。バルハラ、バルハラの天使って、人間の統治がなくなった後に自らの文化を築いた魔界族だっけ。ご名答ですわ。ならば私の一族の誉れ高き評判はご存知ですわよね。
あんたたちの種族にこんなところで出会うとは思わなかったな。ヤバそうだから退散しよっと。ちょっとお待ちなさいな。こんな取引はいかが？あなたがここから脱出するために力を貸すだけではなく、アストラルギアを探す手助けもして差し上げますわ。え、アストラルギアのことを知ってるの？もちろんですわ。今しがたあなたが手に入れた歯車の形をした異物です。やっぱ覗いてたんじゃん。うん、私の仕事はデータを集めること。データハンターとして情報をバルハラへと送るのが私の任務ですのよ。あなたを追跡したのはそのためですわ。でもあなたは面白い存在ですわね。大いに興味深いこと。獣人族はシジルなくしてマナを取り扱えないはず。生まれつきマナを備えている人族や魔界族とは違い、獣人族はシジルを使ってもその効力に限界がありますの。ところが今の戦いであなたは驚くべき効率でシジルを活用しましたわね。賞賛に値しますわ。ま、私って天才だから。はあ、いずれにせよあなたの目覚ましい活躍を目にして私決めましたの。あなたは私の協力者になるべきですわ。協力者？な、今しがたあなたが手に入れた歯車の形をした異物をめぐってですわ。現在バルハラとしてはギアの状態を確認記録することを主たる課題としていますが、どのように活用をされているかも調査しています。それゆえ情報網から定期的にアストラルギアについての最新情報などが届けられますの。その情報を共有いたしますわ。私たちの利害は一致しています。あなたの探索にも役立ちますわ。うーん、うまく丸め込めそうですわ。この子がアストラルギアの収集に熱を入れてくれれば、軽くそそのかすだけでうまくことが運びそう。ギアをまとめてバルハラに持ち帰れば、誰しも私の素晴らしさを認めることでしょうね。さすればあのお方も私に気づいてくれるはずですわ。あ、後ろ。はい？後ろって。うわあ！今度は何？お願い、助けてください。僕ずっと残酷で恐ろしい怪物に一日中追い回されているんです。迷子で腹ペコなんです。それで、あれ、何？私の耳がどうかした？ジロジロ見ちゃってごめんなさい。僕の感じたものは人間のだと思っていたんです。人族の助けが欲しくて道案内とか、それでここまでマナの後を追ってきたんですけど、でもなんか勘違いしちゃってたみたいです。僕思ったより疲れてたんですね。僕の名前はセーブル、タルタロスから来ました。タルタロス、悪魔たちの町ね。天使と悪魔、エンジェルとデーモンに同じ場所で出くわすなんてありえない。裏でなんか企んでんじゃない？どういうことですか？天使って？あんたの足元。うわ、ごめんなさい、パニクってたんで気づいてませんでした。
立ち去りなさい。焦んなくていいって。人畜無害よこの子。どうしてそう言い切れますの。アストラルギアを盗みに来たに違いありませんわ。白状なさい、あやかし。アストレルには。ごめんなさい、何のことかわかんないです。僕は迷子になっていつの間にかここに来ちゃっただけです。迷子ですって。お黙りなさい。私を騙せるとでも思って。本当ですよ、地表への出口を探してるだけなんですよ。僕はアナテマの町に向かってるんだけど、すぐに迷っちゃうんです。だから地図に頼ってるんですけど、これがすごく分かりづらくて。アナテマ？30年前魔界族の反乱の発端となった都市ですわね。なぜそこへ。あなたのような粗骨者が行っていい場所ではありませんのよ。僕は行かなくちゃならないんです。了解、決めたわ。セリア、ついてきていいよ。セーブル、あんたもね。え？二人とも来てほしいのよ。さあ、行こう。意義ありですわ。なんでこんな不審者を仲間にしますの。悪魔なんですよ、この子。うざくてうるさいのと、当たりが柔らかで可愛いのが一人ずつでバランス取ってんの。うざいのってこの子のことですわよね。可愛い、絶対僕のことじゃないな。当たり前ですわ、可愛いのは私。セーブルを連れて行くのが条件よ。もし同意できないなら誰か違う協力者を見つけることね。な、可愛い魔界族をペットにするのはバニーガールエンジニアの夢だからね。はい。え？なんでもない。ともかくここから抜け出して、何か美味しいものを食べたいなら私についてくればいいの。私の名前はテビー、もう一人は高慢おっぱいとでも呼べばいいんじゃない。失礼、この上ありませんわ。私こそ高潔にして神聖であり、まばゆい美貌を誇る天使セリア。高慢おっぱいとか俗な呼び方はおよしになって。それにバルハラではこのようなふくよかなちぶさは身分の高さの象徴です。この巨乳、私気に入ってますことよ。お二人とも素敵なお名前です。お目にかかれて僕は嬉しいです。まずはここからの脱出ね。セリア、どっちに行けばいい。その前に一つ提案がありますの。何。私のようにきらびやかな天使は人目を引きますの。普段なら歓迎ですけど、そこの悪魔と一緒に行動しているのを見られるのはごめんですわ。そこで私とこの子が違う形態になるよう何かと統合してほしいんですの。例えばあなたのオービターとかいかが。あなたのような有能な魔法使いでしたら、アストラルギアの力を借りれば結合は難しくないでしょう。マナを用い、魔界族の私たち二人の子はオンパロスを操作して違う形態へと変化圧縮するのですわ。それにこれはそのアストラルキアが本物かどうか確認する絶好の機会ですし。つまりアストラルギアを使えばあんたたち二人は私のオービターに宿ることができるってこと。ご名答、頭の回転が早いのはいいことですわ。もっとも
統合のやり方はあまり知られておらず、かなり大変ですの。でも心配ご無用ですわ。こちらに秘伝の手引き書を。いらない、やってみる。うわ、なんか変な感じです。僕たち本当に今オービターの中にいるんですか？確かにこの方が悪目立ちせずに済みそうね。本当にアストラルギアを使うのはこれが初めてなのですか？マナをこんな簡単に操るなんてちょっと怖いくらい。圧縮とか統合とか爆破とか全部魔術でいろいろできるけど、結局はマナの扱い方の応用じゃん。そちらに光り輝く亀裂がありますわね。あれは地形の脆弱な部分で、オービターのため攻撃で簡単に壊せますの。あの亀裂の向こう側にある通路は最も近い出口へとつながっていますわ。脱出に必要なものもあるんじゃなくって？いろいろ調べている途中で見つけましたわ。野党団は爆弾をその辺にほったらかしにしてるみたいですの。障害物を排除するにはもってこいですわね。例えばあちらの岩とか試してみて遊ばせ。
水道から永久に出られないかと思ってました。あなた、どれだけあの中をさまよってましたの？半日くらいかもしれません。半日？あなた本当に高等魔界賊？ごめんなさい。もっとも、下級デーモンだったら仕方ないのかもしれませんわ。テビー、アストラルギアをあの子に近づけてはなりませんことよ。間違えて食べたり爆発させたりするかもしれませんわ。二人ともずっとアストラルギアの話してますけど、それって何なんですか？あなたのような役立たずに教えるつもりはなくってよ。アストラルギアはすごい量のマナを内包してる異物で、アズの大陸に散乱してるの。わかりやすく言えば便利なエネルギー源だから価値がすっごく高いって感じ。ちょっと！何？一緒に行動するなら事情を説明しておいた方がいいと思うけど。え？僕、置いてかれないんですか？はい、質問。セーブルはどこに向かっていたのかな？とりあえず近くの町で休んでご飯食べたいなと。んで、ひどい方向音痴のあんたが一人でそこまで行けんのかな？まず地図を見ないと。上下逆さまよ。本当だ。今度は裏返し、白紙見てどうすんのよ。はい、ついていきます。私としたことがこの子に同情してますわ。大丈夫よセーブル、地図はしまっちゃいなさい。休むのにちょうどいい場所知ってるから。あと、とっても美味しいデザートを作れるんだ私。本当ですか？私の趣味なの。材料集めを手伝ってくれれば、私はどこでもどんな時でもデザートをクラフトできるよ。どう考えてもそんなことは不可能に思えますけど。まあ、このウサギ娘の料理の腕前は未知数ですしね。やったー！材料集め手伝いますね。熱意は十分ね。さ、行こう。
というか気に入ってもらえて何より。でもこれ以上作るためには材料が足りてないのよ。ということで、もっと欲しかったら私についてくることね。ナジャ